新入生。あ、どうぞどうぞ。うわ、一応こんな感じでやってます。ぬいぐるみ好き？僕の部屋にも一人いて。ぬいさんはぬいぐるみと喋るサークルです。話を聞いてくれる相手がいるだけで、それだけで少し楽になれる。ぬいぐるみに話すの変なことじゃないと思いますよ。白木ってなんでぬいぐるみと喋らないの？私そういうキャラじゃないし。ぬいぐるみによってなんか違うの？全然違うんだよ。面白いよ。なんか変なこと言っちゃったね。いや、ここぬいさーじゃん。ぬいさんの人は優しいね。優しくて危なっかしいって思う。どうして学校に来れないのか教えてほしい。安心できるところの方が少ないじゃん。落ち着くとこばっかにいたら打たれ弱くなるから。一人で歩くことを怯えることが悔しいっていうか。自分たちと違うからって笑うの？それでも話さなきゃって思うから、ぬいぐるみに話してるのかな。